皆さんこんにちは、中島智美です。本日は沖縄の結構北部上の方かな、美ら海水族館とかそっちの北部の上の方にある郡島という離島にありますワンスイートザグランドというホテルにゆっくりとお泊まりに女子旅4人で伺っています。でこのワンスイートザグランドっていうホテル、私初めて今回泊まるんですけれども、すっごい素敵な風がすっごい素敵なホテルですので、今日はお部屋の紹介であったりお食事やホテル内の素敵な場所についてルームツアーしていきたいと思います。それではレッツゴー。じゃじゃーん、よいしょ。おー、早速お部屋に入るとこのように、わー、ガーデンスイートですからね。お庭に抜けるようにこうやって道がバーって広がっている感じになります。まずはお部屋に行きたいと思います。はい、こちらがベッドルーム、リビングルームですかね。しおりさんはい、今回は女子4人、起業家女子4人で、はい、お泊まりになっています。なんかみんな隠れちゃう。あいかさん、はい、こんな感じで、すごいね、アメニティがいろいろ素敵です。お部屋に備え付けされていたコーヒーを入れるものものたちであったり、これ沖縄の八千代焼き、コーヒーカップもすごい素敵ですね。で、ちょっと細々見ていくと、壁のところが冷蔵庫になっていて、はい、ともみ旅あるあるの冷蔵庫チェック行ってみましょう。なんと、じゃじゃーん、はい、こちらのワンスイートザグラントさん、冷蔵庫の中の飲み物を宿泊費に入っているっていうことで、サンピン茶とあとオリオンビールですね、そしてコーヒー豆、はい、お豆の状態のものがしっかりと冷蔵庫に冷えていて鮮度抜群ですね。とあとこれがウェルカムスイーツのみたらし団子だそうです。美味しそう、楽しみ。なんかね、ジンベエザメのお顔が書いてある。本当だ、さっきお姉さんが書いてあるっておっしゃってくれてて、こんな感じでお顔入ってます。はい、っていう感じで冷蔵庫がこんな感じで、あとはですね、机の方を見ていくと、はい、こんな感じでウェルカムスイーツ第2弾いろいろ置いてくださっています。ちょっと私もまだ見てないのでゆっくり見ていきましょう。素敵、総支配人の渡辺さんがこのようにお手紙を書いてくださっています。ありがとうございます。ワンスイートザグランド、すごい素敵なホテルですね。で、これが何かしら、お茶だ、シークワーサー煎茶、すごいですね、楽しみ。お茶と、あとこれが冷蔵庫に入っていたみたらし団子の説明、美味しそうだな。はい、これも後でいただきます。そうですよ、私が大好きな紫芋チップ、はい、こちら2袋と、あとこれ何、お、いいですね、美味しそう。郡島産の黒糖です。砂糖きび 100% の手作り黒砂糖。こちらがあったので、夜の我々の酒のつまみになるであろうおやつたちです。あと今回私が一級で予約させていただいたんですけど、一級のダイヤモンド特典で、沖縄の女子旅のお土産といえば鉄板のこの首里石鹸の石鹸をいただきました。さっきね、ちょっと開けてみたんですけど、すごい。さっきね、ちょっとね、開けてみたんですけど中身すごい可愛くて宝石みたいですよね。ほんと可愛い大理石みたいな、これ首里石鹸、すごいお土産に人気のものなので大切に使わせていただきます。ありがとうございます。はい、ではお目当てのガーデン行く前にお風呂エリアも見に行ってみましょう。はい、お風呂エリアは左手が先ほど見ていた玄関の方から見ていた、海が見える感じのガーデンにつながっているスケスケお風呂、スケスケお風呂と、そして鏡台が、大きい鏡台がここにあります。すごい、女子旅4人でもこれは広々使いたい、広々使えそうですね、すごい楽しみ。で、これがまたバスルームのアメニティも可愛いのです、可愛いのです。そう、アメニティもね、全部沖縄のものを使ったものをご用意していますっておっしゃってくださっていて、この辺りがスキンケアかな、スキンケア用品と、これがね、私すごい気になったの、パック、
ドロパックいいですね、これ後でやろう。あ、しかも月桃だ。ちょっと待って、すいません、興奮してカメラのことを忘れてた。月桃、これバスソルトかな。ドライハーブ。あ、ドライ、お風呂に置かせるやつ。エロいやつ、的なやつで使う。すごい、やったー。月桃好きなんですよね。2つあります、ドライフラワー。楽しみで、こっちがシャンプーとかか。はい、こんな感じでバスルームの方も見ていきましたので、お待ちかねのこちらガーデンスイートですからね、ガーデンの方行ってみましょう。チャカチャカチャカチャ。今がちょっともう夕方なので少し日が暮れていますが、電気誰かつけてる。担当のお姉さんがおっしゃってくれていたんですけれども、このガーデンスイート、このワンスイートザグランドのホテルで一番人気のお部屋らしいです。そんなとこにね泊まれるなんてすごいラッキーですね。ありがとう、嬉しい。あー、すごい素敵。これはたまらないですね。見て、ちょっと今夕方の5時ぐらいなんですがね、右の木のところ、もうちょっと寒い、右の木のところライトアップをしていて、でも夜も別に上着羽織れば全然まだ外に入れる気候なんで、お酒片手にここでみんなで飲みながらちょっとゆっくり過ごしていきたいと思います。これすごいな、夜も絶対間違いなく素敵だし、朝ですよ、明日の朝がまた楽しみなので、ちょっと明日の様子も動画回していきたいなと思います。でこの後ホテルでのお食事の様子なども動画に収めていこうと思いますので、楽しみにしていてください。でホテルのお食事のご紹介なんて言いつつ、私たちは今回2泊したうちの2泊目のお夕食と朝食は2回セットになっているプランで予約したので、1日目の夜は名護市内までレンタカーで移動をして、名護市内の居酒屋さんで夜ご飯、沖縄料理を堪能いたしました。いや、名護市内のね居酒屋さんも普通に美味しかったです。乾杯。で名護市内の居酒屋さんから戻ってきたら、なんとですよ、お部屋のジャグジーにお湯が張ってありまして、これね気持ちよかった。このお外のジャグジーは水着を着用して入るのがルールらしくって、ちょっと今回の旅行12月だったこともあり、私たちは水着を持っていなかったので、シャワールームで足を洗ってからこうやってみんなで足湯感覚でジャグジーに入らせていただきました。このジャグジーに入りながらウェルカムスイーツのジンベエザメのお団子を食べたり、みんなで日本酒を堪能して1日目は終わりました。そしてここからが2日目の朝食になります。ワンスイートザグランドでは朝食は和食か洋食の2パターンどちらかから選ぶことができて、私たちはまずこの日は和食の朝食を選択しました。で朝食が出てくるまでの間、こちらのフレッシュオレンジジュースを手作りで飲んでいいということだったので、みんなでね朝からフレッシュなオレンジをたくさん絞ってジュースを作っていました。これがまたね地味にめちゃくちゃ美味しかったです。そうこうしている間に机に朝食が運ばれてきました。サラダから始まり、主菜の丸いね中央にある器がとっても素敵ですよね。真ん中にお肉やお野菜などがあって、外、お皿の外のところに副菜がちょんちょんちょんと並べてあるっていう感じです。でご飯も白米かおかゆから選べたんですが、もうメニューを見た時にこれ完全におかず美味しいなと思って、私は朝からがっつり白米をいただきました。で足りなかったので、っていうかまあおかずが美味しすぎておかずが余ってしまったので、この後私はおかわりもして朝からたっぷりと美味しいご飯をいただきました。いや本当にね全部美味しかった。お造りとかも出てきたし、地魚ですよね、沖縄のカタカシっていうお魚だったり、あとラフテーですよね、角煮なども出てきたし、いや本当にね満足度がかなり高い朝食でした。ありがとうございます。
そして朝食の後はみんなでプールサイドにも行ってまったりと時間を過ごしていました。12月だったんですがお天気がすごいよくって気持ちよくって、さすがにねプールに入るには寒すぎたので、まあ、こうやってジャグジーと同じく足だけ入って、まあ、私たちは出張も兼ねていたのでみんなでリール動画の撮影をしたりして遊んでいました。でお昼過ぎまでゆっくりプールサイドで過ごした後は郡島の観光に行ってハートロックなど見てきたんですが、夕方またホテルに戻ってきてすぐ私たちはプールサイドに出戻りましたね。もうここ本当に居心地がよくって、しかも夕方からはなんと泡が飲み放題だったので、みんなでおのおの仕事をしながら泡をプールサイドで飲んでいました。もう私服以外の何物でもないお時間ですねこれは。さらにはホテルのスタッフの方からピンチョスのサービスもいただきました。こんな感じでもうなんともね居心地のいい、そして眺めのいい素敵なプールサイドでしたので、ぜひこちらのワンスイートザグランドに行かれる方はこのねプールサイドでもゆっくりしてほしいですし、私思ったけどねこれ多分一泊じゃ堪能できなくって、行かれる方は、まあ、可能であればぜひ2泊ベースで考えていただけるとめちゃくちゃこのホテルそして郡島も満喫できるんじゃないかなと思います。そしてここからは今回の旅の中で私の中でメインイベントだったワンスイートザグランドでのお夕食がスタートしました。こちらのワンスイートザグランドでいただけるお夕食はなんと西麻布に本店があるラ・ボンバンスという10年連続でミシュランの星を獲得しているレストランの沖縄初出店のレストランなんですよ実はここが。なのでもうねお料理は美味しいという噂はかねがね聞いておりましたので、もうねこのお食事の時間期待以上でした。めちゃくちゃ美味しかった。でまあ日本食というねまあフュージョン系の日本酒かな、創作和食だったのでもちろんお酒は愛する日本酒を合わせて堪能させていただきました。もう最高すぎた。これ日本料理なのフレンチじゃないのっていうぐらいすごくおしゃれに一品一品が出てきて、目でもそして舌でも存分に満喫させていただきました。でこのワンスイートザグランド、私個人的にめちゃくちゃ素敵だなって思ったのが美食旅っていうのを歌われてるんですよ。で私旅行大好きなんですけど、旅の醍醐味ってまさに食、お食事だと思っているので、この美食旅っていうね漢字3文字美食旅に惹かれてここに来たんだろうなっていうのをねこのお食事中にしみじみと感じました。そしてゆっくりとレストランでお食事をいただいた後はデザートをですねテラス席でいかがですかっていう風にスタッフの方が促してくださって、星空を見ながらみんなでデザートの時間も楽しみました。でもこの後さらに私たちは星空を堪能しにホテルのオプショナルツアーであった星空フォトツアーっていうのに行ってきたんです。そのお写真がこちらなんですけど、もう美しすぎますよね。ちょっと息を呑む星の美しさって私生まれて初めて見た感動でしたこれは。でこれ写真はホテルのスタッフさんが撮影してくださって、若干加工は綺麗に星が見えるように加工をしてくださってるんですよね。写真は加工してくださっているんですが、とはいえ目で見るその星の数量っていうのも本当生まれて初めて見る星の多さで、これはねぜひ郡島へ行かれる方はこの星空フォトツアーも絶対絶対行ってみてください。さらにねそのフォトツアーから帰ってきて、これまたちょっと憎くて感動して震えてしまったのが、なんとお部屋に戻ったら休息シートの用意がされてあったんですよ。もう本当に素晴らしいサービスでした。ありがとうございます。はい、というね興奮の感動の夜を過ごした後、こちらはですね夜が明けて3日目の朝、ワンスイートザグランドでいただく2回目の朝食になります。前日は和食をチョイスしたので、翌日となるこの日は洋食の方をみんなでチョイスしてみました。メニュー的にはこの今ふりかけをナッツをフリフリしているムースのサラダと、あとスープはミネストローネ、そしてメインのお料理は卵料理スクランブルエッグがついている感じですね。スクランブルエッグとあとソーセージやお野菜、あとヨーグルトやパンが3種類、
という感じで、あとデザートがね、後ほどテラス席でいただくデザートが出てくるっていう洋食のメニューになっています。これパンもね、焼きたてですごい美味しかったですし、この紫色の塊は自家製の紅芋バターでした。これね、甘じょっぱっていうのかな、ちょっとお芋の甘い香りもあってすごい美味しかったです。今回旅を共にしてくれたみんな、ありがとうございました。朝食後はテラス席でフレンチトーストとコーヒーをいただき、もう朝食2回、そしてお夕食と大満足のお食事を本当にありがとうございました。ということで、今回は沖縄の氷島にあるワンスイートザグランドというめちゃくちゃ素敵なホテルについてのホテル紹介をさせていただきました。この動画の概要欄に他にも沖縄だったりとか京都大阪の私が泊まったお気に入りホテル、あと熱海とかお気に入りホテルのレポ動画上げてますので、 Vlog 動画上げてますので、もしご興味ある方はぜひそちらもご覧ください。そして今日の動画が面白かったと思う方はぜひいいね、グッドの評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。